明日あるね。明日っていうかもう今日か、今日だ。フーが来てくれてた、こんばんざい。なんか携帯見せられてた。あれ何、たなちこんばんは。かぼちゃん、かぼちゃんもありがとう。あられんちゃん、金ちゃん、あ、チェキ届いたね。やった、全力笑顔。そうです、よかった、届いて。20歳になりました。また落ち着いたら特典会行きます。今日イケメン風にしてたのに、イケメン風今日話してないな、おかしいな。かまちゃん白振ってるところ、うん今日も見た。最善でまじまじ見てた。ひな来てくれてありがとう。リリーベ、え、今日あれとライブいい感じに行けたと思うんだ自分。いや全体的に、たなちゃん無事に、めっちゃ緊張した。あ、歌聞きたかったな、聞けなかったな。まあ会えちゃうね、やったね、わーい。え、めっちゃ嬉しい。引き船、初引き船、文化センターとやら。シシナスケ、うん、口回らなかった。シシナスケこんばんざいざい。タナチ、メガネかけてこたつで勉強してる、もう浪人生だよね。もう家の中寒いから、まださすがに暖房はつけてない、ちょっとこれでしのいでる。外より寒いんだよね。なんかのみんなこんばんざーい、お疲れ様、ありがとう、お疲れ。今度、あ、特典が届いた、落書き書面やった、みんなに特典届いてってる。キンちゃんめちゃめちゃ可愛いチェキ届いてた、ニコ全力笑顔って言ったからめっちゃ笑顔してた。ありがとう、頼んでくれて。パンダちゃんがめっちゃさささ名前呼んでくれてる。ふうが、ひなたがさっさん前に他のアイドルの写真見てました。え、本当に。なんかすごい通報されてた。何メートル先からか。いやでもね、心の中はもうおしまい一択だって信じてるんで。シュー、こんばんざー、今日ありがとうな。まさ、髪上げささどうだった。アク先生、大和なでしこのさっちゃんのまな寿司、えー、かっこよかった。久々大和だった。人生の旅の途中迷ってるならごはない。かぼちゃん、今日のささ仕上がってるの。え、仕上がってた。え、なになに、髪型がな、どこの話だろう。仕上がってた、仕上げてきたんで。あー、こんばんざーい、今日もイケメン。あ、写メ送ったよ。まだ運営さんから届いてないかな、わかんないけど、笹川から送りました、写メ。ありがとう。ラオ、あ、ラオ今札幌いんの、こんばんざーい。また寒い大地から。しゅ、ささと新芽明けできたし、何かしらささと被るから、うめ。そう、しゅ、こっち側だったね、さがこっち。いや、こっちじゃないとね、なんかこうなんないんだよね、うまく脇目が。ま、かわいい、へーいえ、あいえ、そう、笹川のコツの眉毛あんまり出ないんでレアですよ。いつもこうだからね。のび、ケイさんめっちゃ早くに得点の手紙来たけど、笹川ちゃんと寝た、意外と、意外とね、寝てる。ふくふくこんばんは、ありがとう。パラちゃんもっと練習する、えー、
練習、あ、もっと練習だ。ロキ、こんばんざーい。ロキ、ジョジョネタ伝わるね。イエーイ。ジョジョ話できる。アクセス、歌も、あ、俺もよかった。いくよ。でで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 。かっこいいアオリしたいなと思って。イメトレした、イメトレ。カツなんで泣いてんの？どうしたん？どうしたん？ヤマトよかった、動くと熱くて嬉しくて。スーパーの特売日かと思うぐらいパンパンだ。特売日、もうありがたやありがたや。もうあれで笹川が救われる。とてもとても幸せ。パンダちゃん、なんとか歌詞を見ずに。お、すごいね、歌詞見ずに。え、だって結構歌ったでしょ。ロキ、くじ引きのやつ、あー、届いた。みんなに続々と得点が届いておりますね。やったぜ。絵はがきも届いた。ただち、今日は宝塚風のメイク、メイク、あ、でもね、メイクはね、アイメイクはいつもよりちょっと薄めなんだ。若干マスカラを塗っていない。あとシャドウとかなんかね、ラインもね、ここら辺は引いてない。いつもよりちょっと薄めにしてみた。なんか自分濃くしすぎるよりちょっと引き算を覚えた。今日はイケメンの、あ、限界突破しちゃったか、ごめんな。ちょっとこいつ、もうちょっと抑える。調子乗ってると思われそう。調子乗ってないです。あ、腰痛めちゃったのか。え、何、ぎっくり。あっためた方がいいのかな。あっためる。ささわかった。ささ大好きでしょ、パナちゃん。かつ、仕事できるの？それ。マジで噛み上げささ似合いすぎてキュン。やったぜ。大成功。え、でも自分結構眉毛どっちも出した方がいいのかなって思った。どう？のび、ヤマトしばらく見てないな。またね。でも最近ね、思い出してもらえたようで、セトリにちょいちょい入ってくるからね。またあるかな、あるといいな。あ、ごめんよ。え、全然あれだよね、シャメの、いつかのシャメが。今フーガに目の前で引かれた。おしめんだからね。え、あの写真は誰。問い詰める。パンダちゃん、お手紙ありがとう。あ、全然パンダちゃんのお手紙に比べたら全然字下手っぴだけど。斉藤吹雪、久々だ。こんばんは。こんばん、めっちゃ久々。まあ、よく言えばね、今日も会いたかった。いや、今日本当に曲とか的にもレアな笹がも出てきたし、まあね、明日的な今日会えるからね。まあ、リリーベおらんの。でも昨日もこの話知ってた。だ、夕方寒くないでしょ。寒くないの、札幌。雪ないんだ。あれ、ニュースでなんか雪あるような見た。正味笹の方向に噛み上げたけど、つむじ的に、あ、でもね、ワイもつむじに逆らってる。髪の毛の毛流れに無理やり逆らわせてる。もう髪乾かす段階で、本当は多分こういう流れだと思うんだけど、無視した。雪想定して防水ブーツで来て失敗。いや、でも防水するに越したことはないから、ほら、突然洪水とかやってきちゃうかもしれないから。そう、分け目がレアなの。なんかね、分け目ね、こう開けるとね、自然といつもの感じになるけど、
こっちを気にするとね、自然とこういう感じになる。なぜか新潟はそんなに寒い。ここは東京だけどね、笹がいるのは。新潟も寒いと思う。前髪頼んでよかった、いいもの見れたし、ぐっすりね。安眠効果。ヤマトなでしこ聞けてよかったね。あ、そうだ、え、ヤマト好きなの？なんかマリアが言ってた。ヤマト好きなん？へへへへ。あ、歌声戻った。新しく覚えたが 2曲覚えた。10人トイレも歌ったんでしょ。ロキ周りに徐々に押し切られると変わってるなって。なんだっけ、ワムーとか、ワムーとか書いてたよね。ワイバニラアイス推し。ペカッタマル、こんばんは。ああ、青葉こんばんざーい、ありがとう。久々、あれでも最近名前変えてなかった。あなたまたかく。今日はもう髪の毛の話でいっぱいだった。せや、パミちゃん朝からささに泣かされた。いい涙。クロマこんばんざい。ただちナチュラルささもイケメンで、シュクピー、まあお化粧はしてるけどね、お化粧はしてるけど、いつもよりはちょっと引き算なメイクしてみた。ジュンヤこんばんざい。ああ昨日多分ね、締め忘れだと思う。ベースのささ大好き。当たった、絵はがきブロマイド囲みチキン。お、一気に届いた。あれ多分ブロマイドとか囲みチキンいっぱい届いてない？そんなこともないかな。なんか結構いっぱいあった気がする。テンション爆上げ。かつ仕事無理やりするんす。それは休ませろよ。労災にはならんのか。アク先生、メビウスも思い出してもらんね。メビウス思い出して、いや思い出してはいるのかもしれない。最後に手振った後、ササもしおりとエクボ写真くれたのびっくりした。そう、しおちゃんがこうやってって言ってたから、なんでだろうって。エクボ斉藤吹雪、新潟の物産展。ササさど前、ササガがあれだ、商品写真撮ったやつだ、やってたんだ。それで配信来てくれた、かわいいね、ありがとう。思い出してくれた。ササさどさん、新潟長岡とかにお店がある。和菓子洋菓子、うん、でもお菓子売ってるところ。今日だけ10人取るのに、ジュースかめっちゃ見てくれてる。あ、ビヨーンズ知ってるよ。あ、メガネの女の子、ビヨーンズめっちゃ知ってる。前さ、多分札幌とかで遠征した時一緒になったんだよね。あれ？ビヨンズさんかな？だったっけな？もうなんか前一緒になった気がする。ハロプロでしょ？まあ、今日逃しちゃったんで。でかいかー、リリーベー。リリーベリリーベ、タイミングアウトいいな。かつ電車移動が腰に来るのか。電車移動確かにガタンゴトンがね、ガタンゴトン腰に来る。クリちゃんかわいい、くれてる、ありがとう。タンタンティー、ハートもくれてた。トマさん、やっほー。あーちゃん、ササの手紙書いたの？そしたらあれ届いた？今日髪下ろしてるササだったらどうなってたこと、どうなってたの？ササが殺された？大丈夫？
10人取ると万歳ジャパン歌ったんだよね。タナちゃん、タナちゃん、そんなに寒いなら僕は後ろからギュッてして、ふんロキワムー好き、神砂嵐、ワムーいいやつだよね。タナちゃん、ササが大好きなのです。明日池袋のリビング、あ、来てくれんの、やったね。エミンのも出るよね、おいでおいで。今回確かに今回のやつ初リリーベだ、サード。ササ的に髪上げてる俺と下ろしてる時どっちの方がいいこと、どっちだろうな。どっちもいいけど、でもシューはどっちかって言ったらだよ、下ろしてる方が、いや最初のイメージがついてるからなのかもしれないけど、下ろしてる方がかな、かな。でもマスク取ってみないと分かんない。パナちゃん、パーカー間に合うか、え、あれパンダパーカー、伸びぬ、ささおかぐもどうだ、引き算メイクでも、でもいろんなものをねこう消してね、光飛ばしたりしてる。絵はがき一、ブロマイドに囲み席さ、いっぱい囲んだ、うん、囲み席ね、結構囲み席率高かった。よっちこんばんざーい、あすけちゃん、さっさのはかき氷と氷まんじゅうか、え、かき氷食べてみたい、店舗じゃないと食べれないか、かき氷。わいは前あれ食べたんだ、ポンシュ館で買ったクリームが入った、ささにくるまれた、なんて言えばいいんだろう、あれくず餅的な感じだった。万歳ジャパン、一人で歌うとあれは呼吸がやばい、できない、一人向きじゃない。ひな、めいさんが北海道で見ます、あ、やっぱそうだよね、その時モニターで見てた。タナチ、毛布にくるまってる、それ寒いよ、毛布にくるまってる、泣く泣く、これあったかい、鼻がグズグズしてまして、すいません。以前のリリーベであった、あったね、曲リクエスト特典、前回激戦、なんかすごいじゃんけんしてた記憶がある。ビオのメンバーの写真見てました、あれそうだったのか。で確かに今日ツイッターでなんかメガネの女の子見た気がするな。あら、なるほどな、ちょっとまた見てたら報告案件ですとか言って、もう見る分にはいいけど、全然。まあね、笹川さんがやっぱ一番の推しメンになる、かつしばらく配信のみで、全然いいよ、というかゆっくり腰を休めて、どんぐらいで治るんだろう、腰自分やったことないから分からんのよな。でも首とかは結構ある、首動かなくなったり、腰も動かなくなるとやばいよね、だって何するにも使うもんね。アク先生、仕事で重いもの持った瞬間に腰痛めたとかなら、ああなるよね、前それで首なんか言って労災降りた、記憶からさすがやば、え嘘そんな人いたっけみたいな漫画にあるやつ。パナちゃん、涙出てきたから手紙書くの、あら、うん、かつ自宅でいた、あら、ぎっくり腰突然パターン、取る紙すんなちゃう、紙の字違う、マスクは取れません、まあ今はね取れないよね、今の時期は取る。2番何、あー、シュトロハイムいい、ドイツの科学は世界一、シュトロハイもいいやつ、憎いと思いきやいいやつ。パナちゃん、早くて明日遅くて間に合わない、あらー、ポコ、今日のササの服装、これ
今マントになってるけど謎の透明人間女の子のタレカツ丼色のニット。やった、好み。あすきちゃん、そう、笹カスタード、それ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 、めっちゃ美味しかった。笹カスタードチュルンってしてて、あく先生そのブランケット、そう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 、有能だよね、マントになる、めっちゃ便利、手離せる。あえと今日めちゃくちゃかっこよかったのに、今めちゃくちゃ可愛いのするかあ、でもそう、なんかステージとすごいギャップあるって言われる、自分意識してないんだけど、今ぬくぬくしてるからさ、ちょっと。パンナちゃん真面目に直前に確認でバンデジャパン歌ったらやばいでしょ、やばいよね、絶対一人で歌えないあれ。うん、明日さっちゃんとチェキを取るんだ、やったー、フラグ立った、フラグ折らないようにチェキチェキ、明日どうしよっかな、明日髪型、髪型どないしよう、引き船と池袋でできたら変えたいな、またふわふわかな、どうしよう。トナちゃん、はい、チーズ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 、モッツァレラチーズかけるチーズ、あ、メガネの男の子か、正式にそうだ、メガネの男の子、くにくに、今日夜勤作業お疲れー、くにくに、くにくにもな、また会えたらええな、ただ真面目に申し訳ない内容になりそうなんで、書き直したの、シンゴ、今日もイケメン、イケメンになりたい側サザ、うん、サチは何部が好きなの、先だった人で2部が好きな人がいてレアだなと思った、その質問でめっちゃ悩んじゃうけど、全部好きだからな、でも C って選ぶとしたら、でも 3,4,5 とか選べないな、7部も好きだし、6部はねまだ1週ぐらいしか読んでなくて、実家にはあるんですけど今こっちの家にはないから読み返せない、でもどれも面白い、4かな5かな、作品としてはかな、悩む、その服装でそんな、あのアウターも、あ、コート、探偵風コート、あれ気に入ってんだよね、かつ痛みが完全に引くこと、え、ないの、またぶり返しちゃう感じ、癖になっちゃう感じ、7、8割痛みがなくなればまた、北斎の波に乗って君を迎えに行く、そうだ、柴犬好きなん、あ、これシバ好きだよ、うん、めっちゃ好きなんとか今度か耐えきれてよかった、あ、カーズ様好きなんだよな、うちか2部だとカーズ様推しかもしんない、セスナギの端っこにところに入れるのシトラハイムか、入れるのシトラハイムから教わった、誰だ、ジュンディか、ジュンディ、見とれてコメントしてなかった、いいよ、いっぱい見とれて、今のうちに、今のうちに頼んだ今日は前髪がレアな笹川、最後の楽曲にしてて正解です、バンザイジャパン、タナチ気づいた、そうなんだよ、もう配信始めた段階で12時超えてた、え、もうこの時間、え、もう1時前なの、やば、今日早めに終わんなきゃ。
今日髪どうしたの、それみたいな、いろんな人に、え、特に特にない。のみささ可愛いな、しみじみしじみ、どうしたん急にしみじみして。日付配信始まったのか、あれ多分変わってたよね。あ、じゃあそのまま送る方がいい、そのままでいいよ。かわいいね。え、この髪の感じ好き。やった、じゃあまたこれやっちゃおう、すぐ調子になるから。え、でも自分も最近なんか変に前髪作るより、もう眉毛がっつりどっちも出しちゃった方がなんか合うのかなって思った。どう？でもリマは短めのパッツンがいいって言った。でもそれは自分の中では一番ない選択肢だったけど、どうがいいのかな。ずっと前髪と眉毛模索してる。タナチゲームしてて時間見てなかった。あら、ゲームしてたの。まあ電車で、お疲れ、終点まで行かんといて。明日ちゃんと引き船来るんやで。ひなたのディディ話置いててさあさあ、その髪はたい、え、やった、風花に褒められた、嬉しい。じゃあ調子のちゃう、褒められるとまたやろうと。いろんな髪型していきたい。最近ね、結構今の長さ結構笹が中では長い、これだから外羽とかもいけちゃうかな、もうちょっとかな、外羽ぴょん、長くなってきたらやる外羽。もうでもそろそろ切りたいなって思ってる、長いから。もうスプレーしたからバリッバリバリ。かついけるようになったら五分の話する。暗殺チームとかボスの深夜隊とか大好き。あこちゃんシバ好き。シバ君、パンダちゃん今度のトークポートの時我が家の黒芝大好き、めっちゃ好き。かわいい。大型犬がすごい好きなんだけど、でも中型犬、大型犬と芝犬が好き。 HK こんばんは。ジュンジ今のうちやめないで。特にね、深い意味はなかった。次いつ行く？見て、いつでも来れるの？でもクリスマスは絶対みんな来た方がいい。クリスマスの前の週あたりもどうかな。うん、どうだろうな。でもクリスマス当日はちょっと開けといてほしいな。0時17分、そんな時間だった。まあ私は普段の前髪あるのとても好きです。今日のも好きです。どっち、全部どんな髪型でも心が変わらなければ好きは変わりません。心、笹川の心、ジュンディの心。笹川の心はいつも笹川だよ、どんな髪型してても。私は笹川笹。タナチ龍が如くやるんだ。ずっとやりたいと思ってて未だにやれてない龍が如く。まあ引き船で行かなきゃ今からあるけど、どこから、絶対遠いやん。慎吾今の感じだと宝塚の男役っぽい。宝塚見たことないけど、そうだよね、男役っぽい。昨日もそんな感じ、おとといだった。風花またやる、見に行く。お、いつ風花が来るのか。でも最近めっちゃ来てくれてるよね、春菜に会いに。またやろう、褒められたから。
ゃ服装も髪型も一緒でいつかチェキ取れたよ。ちょっとあ合わせに来て、シュウがパムちゃん、ササン大好き伝えるの、大好き伝えるの。でもやっぱり言葉じゃないかな、わかんない。いや伝える方法はいくらでもある。パパこんばんざーい、ピエピエパパ。あき先生、かくいう場合は秋田犬かわいいよね、でっかいよね、モフモフしてるよね。黒芝男の子2歳の黒芝。タラマル、こんばんまる、ありがとう。どっちかというと普段の、あ、本当に普段のが好き。マオは普段派、なるほど、わかりました。トムフェルト、あ、ドラゴより髪長い、ドラゴよりは長いい、うん。そう、ハリーポッターめちゃくちゃドラゴ推しなんだよね、自分。ドラゴマルファ、シェリーヤッホー、チェキ届いたね、ジョジュダチチェキ。でもみんなの方がなんかジョジュダチっぽい、ジョジュダチしてたわ。すごい前髪なんか漫画に出てきそうな感じになってた。あれみたい、ブリーチの、ブリーチ正直あんま撮ってないから名前が分かんない。これで後ろ髪長くなったらブリーチのあの人や。鼻が正直ちょっと鼻出てちょっと待って、ティッシュ鼻失礼いたしました鼻がすごい鼻だった鼻出てた。何も見てない、何も見てない、みんな、うん、何もなかったよね。龍が如くは面白い、やりたいな龍が如く。でもだんだんなんかストーリーがすごいことになってきてない？あ、先生、引き船は、あ、そうだよ、みんなチャリっていう話したじゃん数日前。しゅ、本当にごめんなさい、ね、クリスマスディズニーなんだよクリスマスディズニー、いいな、楽しんできな。のび、明日もささが良い日になりますように。おやすみのささ、おやすみ。オフ会で待ってるよ。オフ会めっちゃ楽しみ。メンバーの前で歌うことないの？歌ってくんないんだ。まお、ここ今どこにいるの？まおが明日北斎の波に乗って迎えに来てくれるって言ってたから信じてる。準備、1年前の今日は一人日帰りディズニー、すごい、それはまださすがにやったことない。一人日帰りディズニー強い。安典、笹川さん、今日はすごいイケメン、やった。やっぱ分け目違うだけで全然あれだね、違う。分け目、ここ垂らしてないからか。人は髪型で雰囲気が変わる。いつもピースすると小指立っちゃう。フェイスライン隠し、
ただ今日は一日歩き続けて細い。1万7000歩って何キロぐらい、どれぐらいだ。え、でも結構だね。ああ、さちゃんお鼻ずるずるかわいそう。結構鼻炎だと思う。鼻炎ピエン、さっさんにわし死んじゃう、死なない。パンダちゃん不死身。シェリー、さっさが3つのスタンドみんなスタンドだった。あれ3つスタンド持ってるのは強いな。ちょっと前髪長、ここ前髪っていうかね、ここら辺の毛、これはそう無理やり持ってきてた。そのここほぐすとこういうことになる。男の子、あ、すごいすごい。センター分け、センター分けにするとこんな感じ。口木白夜、あーそれか。口木白夜、白夜、口木白夜、口回んない。前髪伸ばそうと思ったけど無理だったか。いいよ。あ、でも真央前髪長いの見てみたさはある。ルキア何か、しゅめっちゃ怒るやん。ディズニークリスマスディズニーなのか、このササも行きたい。そっち24ともかく25は時間次第。あ、でもね、昼も夜もライブあるかな、もしかしてな気がする、気がしてきた。クリスマスに何があるんでしょう。シンプルに家の最寄り、あ、今じゃあそっから引き船まで。てっきりその髪型、いつがあれ、そっちかな、わかんない。いつがや、黒と白の髪みたいな人。アク先生、チャリ買うって誰か言った気がするけど、バイバイ。レンタサイクルでも結構都内いっぱいあるでしょ多分。メンバーの前で歌う機会、特典会、なんか眉毛も好きすぎるから前髪流して出すのあり。でも前も今まであんまどっちも眉毛出すことあんまないけど、出してもいいのかなって思った。ツンツル点これは出すい、これはドラコマルフォイ。まあ迎えに行く、波乗りマオ君を迎えに行く。教えない、今日ライブいなかった、知ってるもん。今日ライブにいた人ほぼみんな名前言えるから。ササのマイクの持ち方、そう自分でも意識してないけどこうやって持ってんの、よくそれで支えてるよね。え、自分でもあんま意識してないけど、別にカッコつけてるとかでもないけどこうやって持ってる、気づいたら。なんでだろう。25日ささもイベント後に一人です。行きたいけど、行きたい。シェリー、3人のスタンドの能力。リマは野菜を全部どける。メルはアニメについて語る。ハルナはガスマスクでガスブワーって出す。
安のり夜食べ過ぎた、お腹が、何食べたの、まだお腹空いてる。パンダちゃんかわいい。アク先生今日コンビニの後にやったのズバだと何分で今できないや。ジュンディ一人ディズニーはランドし、それぞれ1回ずつ、でも楽しそう。なんかさ、ディズニーってさ、大抵さ、どこ行くとか、なんかこう、しかも待ち時間、あ、でも待ち時間一人だときついかな。なんだろう、あっち行って、こっち、いや、こっち行こうよ、みたいな、なんか、なるときあるじゃないですか。一人ディズニーなら、誰にも気兼ねなく、なんか行けそう。ちなみに特典会でおしまいの方直視できないから桁見てた。やっぱり本当だったんだ。違う、この画像を見てた。あれ、あ、そしたらケイちゃん、こん、頭髪検査だったら引っかかる、これ引っかかんの、嘘、かかっちゃうか、ちょっと断髪しなきゃな、引っかかっちゃうんだ。前同じ少林寺の顧問がめちゃめちゃ厳しかったんですけど、男子の髪の長さが長いって言われて、もうここバツンって切られた。切ってたんだっけな、なんかブワーって剃られたんだっけな、バリカみたいなんで、ここら辺全部なくなってた、泣いてた。かつ一番欲しいスタンド、ハーベストね、めっちゃお金拾ってきてくれる。あんなに落ちてるかな。ふが、日向帰りの電車も大変、笹の画像じゃなくて。めっちゃ通報来るやん。アク先生、イブもクリスマスも普通の、そうなんだよな、そうなんだよ、平日なんじゃよ。8人くらいで行くから、めちゃ大人数や、違和感ない、違和感ないかな、お元気って、久々じゃんって、混ざりに行く。誰って言うんで、 C は学生時代午前中授業って、若いじゃん、若い。センター分け好き、センター分けいい、難しい。でも最近センター分けの人も結構いるよね。パカッ、あ、でもこういう子いるわ。来れたりしちゃったり。キースさん、クリスマス開けといてください。あ、キースさんの舞台見に行きたい、行けるかな、どっかで。その手で顔を押さえてると腹話術のあれ声が遅れて聞こえてくる、あれ展開無理無理無理。めっちゃ気を開いちゃった。アク先生、この間のオールバックメガネの笹川くんもね、オールバックメガネ初だった。今日鼻がやばい、めっちゃ出てくる。リママがちょこっとだけ、あ、言ってたね、歌ったって。フロニー、こんばんささーん、ありがとう。まあ、私はサチが北斎の波に向かう乗って迎えに来てくれるの、分かった。北斎の波次いつ来るかな、あれ不定期なんだよね、次いつ来るか分かんない。知らない、今日ジギー誰、その待ち方でね、自分もびっくりしてる、意識ないから。
25日イベント後に俺と合流やば、だいぶ遅い時間になりそう。めっちゃ分け目すごいことになってる。すごい、え、どうなってんのこれ。分け目まか不思議。ガス野菜だけガスマスクなのにガスはあって確かにガスマスク、ガスよけるやつなのに意味ない。あるなの能力だけ戦いに使える。ヨンドのトニオさんのスタンドで体の体調維持、あ、本当に肩こり取ってほしい。ガス出すとかね、パープルヘイズっぽいの意識した。軽食でと、え、わかんない、次いつあるか。え、でも次のあれ B グループのもあるらしい、軽食ね。ーまた行きたいね。笹に会えないの？ん？クリスマスは昼間もなんかやる。でもまだわかんない、わかんないけど、うん、笹も出れたらいいな。その後得点券渡して2人で抜け出すとオチまで。得点券何枚？まだやってた、短めとか言ったって楽しくて話しちゃってた。餃子カレーの餃子の気はそれはカレー。店長次第か。ああ髪開けたらね、なんかそうなの、髪の毛全然変わるの、イメージ。センター分け、センター分けだとちょっと女子かも。でもいるよね、なんかあの合唱コンとかで男子仕切ってそう。キーさん来てくれたら本当に嬉しいけど、本当に本当に行きたいと思っております。来たらみんなと一緒に行きたいな。適望遠鏡の、ま、街中がマジでクリスマス。え、そうそうなんよ、もうクリスマスなんよ、もうハロウィン終わった時点でクリスマスなんよ。まだじゃあ指示書の内容が理解できなくて丸投げしてくれて、店長責任持って。キスさんライブで大変だろうから、そう本当に予定合う時が、予定さえ合えばって感じなんですけど、12月の無理はしてないっす、見に行きたいから。手と照らし合わせる。不定期なんだ、楽しみだ。波ね、来るといいね、北斎の波ね、ちょうどよく真央が来るタイミングに合わせて。恋しては散って、笹がよく歌ってる、うん、かなり面白い。上演時間は1時間ちょいだそうな。今配信見てくれてるみんなも、キッさん出演の舞台ぜひ見に行ってくれよな、絶対面白いこと間違いなし。アク先生、あさってはスカイツリーがオレンジ色な、なんであさってなんかあんのかな。11月終わりだから、お腹鳴った、そろそろ終わろうかな。あ、もうやばい、全然短めじゃないじゃん、短めって言っといて。サヤ人くれば勝ちした髪型、あのなんだっけ、あのゴンさんみたいな。肩こり、肩こり、肩こりやばい、うん、昼間だと、いや出れるようにしたい、うん、大丈夫っしょ、有給何枚渡せば。え、ちょっと運営さんに確認ですね。うん、よっしゃ終わり、ありがとうみんな。あ、誰じゃ、年賀状頼むかズワイガニか。その二択なの。
かけるとこ、いや値段も全然違うけど、年賀状、あそう、みんなあの12月1日からオンラインリリースイベントの時に特典券3枚頼んでいただくと、頼んでいただくとっていうか特典券3枚購入して備考欄に笹の年賀状欲しいなって書いてくれたら笹川からまた年賀状届きます。イエイ。オンライン楽市楽座ではないんだな、多分オンラインリリースイベントの時に年賀状希望メンバーの特典券を3枚ご購入いただいて、備考欄にその希望メンバーのまるまるちゃんの年賀状お願いしますって書いてくれたら、そのメンバーの年賀状が届くので、ぜひ笹川の年賀状も頼んでくれたら嬉しいな。お待ちしてます。あとライブガールズジャパンさんとコラボしてるパンダパーカー、ごめん今すぐ出てこないや、あの黒のかっこいい裏起毛あったかパンダパーカーの受注期間がですね、11月の29日日曜日23時59分まで、次の日曜までとなっております。もう本当にあとちょっとしか期間がないので、ぜひ注文してくれたら嬉しいです。なんと注文してくれた方には必ず購入者特典としてメッセージなんかもついてくる。あれね、メッセージ結構書ける。この前第1弾のやつ書いたんですけど、早くみんなに届くといいな。スタイルブックなんかもね、結構しっかりメッセージ書けるから。あとパンダパーカー買っていただいた方の中で抽選で1名様になんとバンザイジャパンメンバー全員のサインが入った T シャツだったよね、もなんとついてくる。抽選1名様、誰に当たるかな、楽しみに。ライブもたくさんあるのでぜひぜひライブ情報チェックしてください。今日土曜日はお昼引き船文化センターで対バンライブの後18時からタワーレコード池袋店5階にてリリースイベントあります。ぜひぜひ待ってるぜ、みんなと会えるの楽しみ。よし、コメント全部読めなくてごめんだけど、みんなありがとう。備考欄年末ジャンボ宝くじ欲しいな。それはね、何が届くかな、何が届くでしょうか。本当に宝くじ届くかもしれない、外れのやつ。たけのこありがとう、通知来なかったか、あれ